こんにちは。6月17日から7日間の日程でインドネシアを公式訪問し、全日程を終えて23日に帰国された天皇皇后両陛下今回のインドネシア訪問では、雅子様さまの専属医師団の同行がキャンセルとなったことも話題となりました。そんな中、天皇家のスペア的な存在である秋篠宮家は、もはや皇室に不要ではないかといった意見が、 アルミや家からも飛び出しているようなのです。今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので、紹介と詳しい解説をしていきます。さて、石段の随行キャンセルによって、一部では心配の声も上がりました。しかし、一方で、石段の随行なしでのインドネシア訪問により、ま子こさまの完全復活が証明された、というポジティブな評価も見られます。女性セブン、2023年7月6日後、によれば、 今回のインドネシア訪問は、雅子さまの全会への大きな一歩として報じられています。皇居出発直前には、前述の取材キャンセルとは別の重大変更がありました。長年にわたり雅子さまの主治医である精神科医の大野豊氏、73歳が、インドネシア訪問に同行しないことが明らかになったのです。大野氏が主治医となってから20年ほどになります雅子さまを適応障害。 と診断したのも大野氏です。と別の宮内庁関係者は述べています。雅子さまは2003年12月に退場方針を発症し、療養に入りました。その半年後の2004年5月、陛下は会見で、雅子の人格を否定するような動きがあったことも事実、と発言されました。その直後から雅子さまはうつ病や適応障害の権威として知られていた大野氏を主治医とし、カウンセリングや行動療法を受けるようになりました。当時、 政子様は週に一回東宮御所に足を運んで大野氏の治療を受けられました。個室で大野氏と3時間にわたって話し込まれたこともありました。大野氏はいつまでも耳を傾け続け、政子様からの頻繁な直伝も受け取っていましたと伝えられています。政子様からの大野氏への信頼は非常に強く、それは周知の事実でした。新型コロナウイルスのパンデミックの影響で、 国内での公務は宿泊を伴うものは最近では一泊二日に制限されています。しかし、今回のインドネシア訪問は一週間と長期間にわたります。雅子さまの健康状態を考慮し、予定のない日も組み込まれましたが、それでも大きな負担を避けることはできません。それにもかかわらず雅子さまは主治医を日本に残して旅立たれました。もし雅子さまが拒否されなければ、 大野氏は必ず同行されたでしょう。また、雅子さまはおそらく、大野先生がいなくても大丈夫というお気持ちから、最初は予定されていた同行が中止になったのだと思われます。主治医のいない海外訪問は雅子さまにとって完全回復への大きな一歩と言えるでしょう。宮内庁が大野氏の不在を公表したことにも、重要な意味があるようです。国民の多くは雅子さまに期待を寄せつつも、 彼女の健康を心配しています。海外訪問の様子は報道を通じて国民の目に触れますが、同行者の事情などは映像からはわかりません。それゆえ、あえて公表する必要はないと言えるでしょう。それにもかかわらず、同行取りやめが発表されたことは、雅子様さまから国民へのメッセージだったのではないかと感じられます。主治医がいなくても、皇后として長期の海外訪問をしっかりと果たします。 というメッセージが込められていたのです。皇室内部でも、ある重大な変化の兆しが見受けられるようです。というのも実は雅子さまの完全復活により、天皇家のスペア的存在となっていた秋篠宮家が、もはや皇室に不要ではないかという意見が宮内庁内部から浮上していると言われています。皇后雅子さまのインドネシア訪問は、 国民にとっても皇室の健康状態を示す重要な節目と広く認識されています。特に、今回の訪問で医師団の動向がキャンセルされたとの報道が広まった際には、政子様さまの健康状態の改善が証明され、多くの国民から喜びの声が上がりました。こうした一連の出来事は、皇室の未来について新たな議論を引き起こしました。 秋篠宮家が宮内庁内部でどのような評価を受けているのかについては、以前から一部で噂されていましたが今回の雅子さまの見事な公務遂行により、その議論が一段と活発化しています。このような状況の中で、秋篠宮家は他の宮家との関係も悪化し、非常に困難な立場にあるようです。6月10日、宮城県仙台市で開催されたありのまま生活福祉講座において、秋子さまは、 皇族というのは国民の中に自ら入っていき、国民が求めることを実現するのが仕事だ、と述べられました以上が一つ目の記事の内容です。こうした秋子様のご発言に関して、一部の国民は秋篠宮家のご公務について必ずしも、国民が求めること、と言い切れないと感じています。そうした国民感情を踏まえて、ご自身のご公務みを述べられたのでしょう、と感想を述べています。これは、 ある意味では、国民から求められていない秋篠宮家は、もはや皇室には不要という秋子様からの非常に厳しいメッセージであるとも解釈することが可能かもしれませんでは二つ目の記事に移ります。さて、4月5日から6日にかけて、秋篠宮ご夫妻と悠仁様が宮崎県東薄木郡椎葉村を個人的に訪れました。地元の広報誌には、その訪問の様子が掲載され、 注目を集めています一行は初日にシーバ民族芸能博物館を訪れました。悠仁さまは重要無形民族文化財であるシーバカグラを鑑賞し、使われる太鼓に興味を示しました。地元の村民たちは驚いたそうです。悠仁さまは実際に舞台に上がり、太鼓を叩く経験までされたとか初めてとは思えないリズム感に感動したそうす、す日目には、微光小学校。 という地元の学校で焼き体験学習が行われている場所を訪れました。悠仁さまは5、6年生の7人から焼きに関する説明を受け、この体験学習が35年も続いていることに感心された様子でした。このような一家の姿が地元の広報誌に掲載されると、地元だけでなくインターネット上でも話題となりました。6月中旬にシーバソ村の旅館を訪れた女性観光客が、 4月に秋篠宮ご夫妻と久人様が訪れたということを知りました。彼女は自身の SNS で旅館スタッフと秋篠宮ご一家の集合写真や、広報シーバー6月号の掲載開示の写真を投稿しました。その情報は瞬く間に拡散されました。秋篠宮ご夫妻と久人様の素顔が国民の広い範囲に知られるのは素晴らしいことですが、予想外の憶測を呼ぶ結果となりました。 以上が二つ目の記事の内容です。今は SNS 前世の時代ですし、ただでさえ評判の悪い秋篠宮家ですからね。写真を追っていても価値はあまりないかもしれませんが、腐っても皇族ということなのでしょう。いずれ国民からの信頼を取り返せると思っているのかもしれませんが、秋篠宮家に関する様々な疑惑を解消しない限り、それは難しいと思いますよね。そんな最近の皇室事情ですが、 続いては愛子様の天皇論に関する話題をお届けします。さて、何かと話題になっている秋篠宮家の悠仁様は天皇の器にふさわしいのか、という議論ですが、実際のところ行為の継承は天般に定められ、人気の良し悪しによって次の天皇が決まるというものではありません。しかし、秋篠宮様に次ぐ皇位継承者である悠仁様と愛子様が、何かにつけて比較される傾向にあるのは、 防ぎようのない事実でもあります。確かに先月行われた愛子様の青年会見は素晴らしかったその反面、久人様は作文コンクールの盗作問題や、高校進学の仕方に疑問の声が噴出している状況です。皇室の内情に詳しい、名古屋大学の准教授であるおたべしは、次のように語っています。今回の伊勢神宮参拝など、 タスベロギ氏の例の行事の締めくくりのタイミングで秋篠宮家が国民からバッシングを浴びてしまったのは残念でなりません。もともと、マコさんの夫の小室さんがニューヨーク州の司法試験に落ちて騒がれた背景もありますまた、紀子様の実定の結婚相手が、伊勢神宮参拝などの神聖な儀式が続く中で下着販売会を開くというビジネス行為がメディアに騒がれる結果にもなっていますこのようにして一般の人の敬愛が薄れ。 皇室離れに繋がりかねない状況が続いている状況はとても心配です。秋篠宮ご夫妻は、親族の考えや行動について牢を挟むことはありませんが、せめてこの大事な節目の時期は、周辺もしっかりとコントロールしていただきたかったという思いはあります。結果的に久人様に対する評判も落ちてしまい、相対的に愛子様の評価はうなぎ登りの状態です。 もともと皇族特権を狙ってマコさんと結婚した彼のことです。本来であれば仕事をしたくないでしょうし、自由奔放に暮らしたいはず。マコさんが正式に美術館で働くことができれば、年収2000万は優に超えると言われています。ただでさえ自堕落な生活をした結果、だらしない体型になってきた小室計算のことですし、3回目の司法試験も落ちることが予想されますね。合格でも不合格でもどっちでもいいけど。 日本国民に迷惑をかけることだけはやめてほしいと思った方は応援してください。平成当時、マスコミによる異様なまでの天皇家バッシングがありましたが、入江文書など数々の文献が明らかになったことで、裏で糸を引いていたのは道子様や紀子様だったことが判明しました。ところが、上皇后となられた今でも道子様が悪事を働いているとして、傍週刊誌のジャーナリストが報じた内容が話題を呼んでいます。 今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので紹介と詳しい解説をしていきます。さて、6月15日に天皇陛下は雅子さまと共にインドネシアを訪問し、記者会見を行いました。この記者会見には、週刊新潮などの週刊誌が注目し、雅子さまが公式訪問前の記者会見に陛下と一緒に出席するのかという点について関心を寄せていましたが、陛下単独での会見となりました。 また、陛下の会見に先立ち、以下のような記事が週刊新潮に掲載されました。この記事は皇室ジャーナリストによるもので、当時の情報を知るものです。東宮御所では、この日、12月9日のお誕生日に先立つ雅子さまの単独会見と、11日に控えていたオセアニア訪問に関連して皇太子さまとの共同会見の2つが開催されました。この中でご夫妻で行われた会見では、 雅子様は率直に自身の心情をとろし、結婚前は外国への訪問が生活の一部であり、外国訪問が難しい状況に吐きな努力を要した、と述べられました。しかし、この発言を受けて、男児を産むよりも海外が重要なのか、といった批判が起こってしまったのです。ご出発後の12月12日、その時の湯浅敏夫区内長長官は雅子様の発言に対して批判的なコメントを会場で述べました。 外国訪問をそこまで熱望されていたのか正直言って驚いたと述べた長官は、およつぎ問題は軽くないものであり、外国訪問は大きな負担となるため、積極的に進めることは難しかったとも述べ、再び、およつぎが最優先という姿勢を示しました。このような長官の率直な発言があり、伊藤雅子皇后は強い孤独感に襲われることに宮内庁関係者によると、 1993年1月の婚約内定会見以降、皇后陛下は自身の考えをはっきりと述べてこられたのですが、この会見では意図しない形で批判され、身内であるはずの長官にも冷たく扱われてしまったのです。公の場で素直に話しても、言葉が曲解されて誤解されてしまうという恐怖心も芽生え、それ以降は会見を避けるようになりました。翌年、政子皇后は退場方針にかかり、 療養生活を送ることになりました。しかし、2011年9月には以下のような出来事がありました。政子様さまが愛子さまの学校に同行し、山中湖で行われた2泊3日の郊外学習にも同行され、同じホテルのインヘリアルスイートに宿泊このような行動に対し、当時の報道陣は東宮太夫の会見で異様な母子の姿、税金泥棒との批判を浴びる可能性がある、などと非難したのです。 また、最近の皇室をめぐる報道には、非常に残念ながら偏りがあることが見受けられます。特に平成時代には雅子さまと愛子さまがメディアの厳しい批判の対象となることが多かったと記憶されています。しかし、最近の暴露によればその背後には驚くべき事実が隠されていたというのです。当時の皇室報道は、週刊誌や新聞などのメディアにとって非常に重要な領域であり、 特に雅子さ様と愛子様に関する記事は読者の関心が特に高かったようです。しかしどうやらその一方で、美智子さ様は雅子さ様に対して好意的な記事を書く出版社からの取材を拒否していたようです。この事実が明るみに出たのは、ある大手女性誌の元編集長。あの時は美智子さ様からの圧力に逆らうことができなかった。本当に罪深いことをしてしまったと、 涙ながらに語ってくれました以上が一つ目の記事の内容です。一部の週刊誌報道では、再び激しい雅子様バッシングが再開されようとしています。こうした悲劇は決して繰り返されてはならないですし、国民が一丸となって天皇家を支えていかなければならないと思いますよね。では二つ目の記事に移ります。さて、小室圭さんと秋篠宮家のマ子さんの結婚については、 周囲の学習院の卒業生や OB たちの間でも、複雑な気持ちを表明する人々が珍しくありませんでした。もしも国際キリスト教大学、ICU に進学していなければ、こんな騒動にはならなかったのに、秋篠宮家はなぜ学習院を避けるのか。このような嘆きの背景には、近代から現代にかけて皇族のほとんどが学習院に進学しているという事実がありますが、秋篠宮家は異なる経緯を辿ってきたことが挙げられます。 マコさんとカコ様は共に幼稚園から学習院に通い、女子高等科まで進学しましたが、大学では ICU に進学しました。一方、久人様は幼稚園から中学までお茶の水女子大附属学校に通い、同校の定型後進学制度を利用して2022年4月に筑波大月属高校に進学されています。もちろん、 結婚と同様に進学先は個人の自由ですただし学習院はかつて皇族に仕える家族のために設立された学校という歴史的な経緯をじっています現在では幼稚園から大学院までをカバーする総合学園であり桜遊会という横断的な同窓会組織を有し学校の文章は桜ですまた学習院女子部は明治時代に設立された家族女学校を起源とし 時和会という独自の同窓会組織と紋章、八重桜を持っています。かつては、両妻堅母教育が方針とされ、上流階級の女性としての教養と品格を身につけることが目標でした。これは家事育児に長けるための教育ではなく、他の女学校とは異なる特徴です。その文化と伝統は、現代の目で見た場合には、キーに映る点もあるでしょう。最も有名なのは、 日々の挨拶です。学習院女子部では、おはようございますもさようならもすべてご機嫌ようです。これ一つで挨拶はことたりますから、便利ではあります。また、歴代の皇后から歌詞された、太田を古典の授業で学ぶのも独特でしょう。これを日常的に昭和する女子校は他にあるはずもなく、由緒正しい日本一のスーパーお嬢様学校を閉じ入ます。 男性目線を気にすることなく、女子だけの環境でリーダーシップが養われます。もちろん、このような見方を卒業生の見行きでしょうと思われる方もいるかと思います。皇族が身近にいるというのは、学習院ならではの環境でしょう。以上が二つ目の記事の内容です。世の中では、女性の社会進出が進んでいるのに、女性は天皇になれないはどう考えてもおかしいですよね。 女性は土俵に上がれないと同じレベルに感じますよ。女性天皇が認められて愛子様が天皇陛下になれば必然的に秋篠宮家は不要となります。戦後皇族が大量に整理されたように天皇家以外の宮家は整理してもいいのではないかと思ってしまいますね。そんな最近の皇室事情ですが続いては小室夫妻に関する過去の話題をお届けします。さて、 皆さんはジム・キャリー主演の映画、トゥルーマンショーをご存知でしょうか離島の小さな町の保険会社に勤める主人公の、生まれてから今日までの全ての人生が、リアリティショーとして世界中にテレビ中継されており、主人公の全てが、作られた世界での、作られた人生だった、というコメディなのですが、これが実に小室圭さんとマコさんの人生に似ているのです。まさに駆け落ち婚といった形で皇室と日本から抜け出し、 ニューヨークへと渡ったマコさん。最低でも年収2000万円は必要とされるニューヨークマンハッタン一等地でのセレブ生活をするためには風である小室圭さんの収入では不十分であると言われています。もちろん借金の返済能力や元皇族の安全確保能力なども常に疑われている現状。しかし、不思議なことにセレブ支出は滞りなく支払われ、高級マンションでのセレブ生活も順調に進められています。 安心安全も十分に保全されているように見えますが、一体なぜ、そのようなあり得ない生活ができるのでしょうか。それは小室夫妻の生活が、第三者によって作られた人工的な世界に生きる人工的なトゥルーマンショーであるからでしょう。マコさんがニューヨークでの自由を満喫し、日本って見せなかったような笑顔を出して羽を伸ばしている様子がネットメディア、雑誌メディアを中心に、日々報告されています。 小室圭さんの様々な疑惑や問題はさておき、良かったね、と安堵するような世論もありますが、自由を謳歌する小室真子さんのニューヨークライブは、完全に人工的であり、不気味と言わざるを得ません。ジャーナリストの篠原城一郎氏の調査によれば、小室夫妻のニューヨークライブは、実質的に外務省や区内庁という第三者によって支えられているのだといいます。篠原氏によれば、外務省の補正予算の中にすら、 小室夫妻支援のためと推察される予算確保が確認できるのだと言います。漁政も太田も国民と心が合わさるし、未来広がる愛子様の歌にも、とても希望がありましたね。日本日ほどはする心を持つ民族は少ないと言われています。日本人には他者と響き合い、心を交わし合うという、言葉の持つ最も大事な力を結晶させた和歌が根付いている気がしますよねこれは本当に素晴らしいことですし。 この伝統的な言葉のありようを時代に受け継いでいく必要があるとも思います。改めて、次期天皇は国民から愛され、三宅からも愛される方がふさわしいと感じた方はグッドボタンを押してください。天皇陛下の単独会見。今月6月15日、皇后雅子様と共にインドネシア訪問を行う天皇陛下が記者会見を行われました。天皇陛下は、 即位後初めての国際親善を目的とした外国訪問、インドネシアへの訪問を17日に控え、記者会見を15日午後に行われました。なお、天皇陛下の会見の冒頭で、陛下は、日インドネシア外交関係樹立60周年日本アセアン友好協力60周年と話されていますが、正しくは今年は、日インドネシア外交関係樹立65周年日本アセアン友好協力50周年です。 会見の中で、天皇陛下はインドネシアとの外交関係樹立65周年や日本アセアン友好協力50周年の節目の年に訪問できることを喜び、インドネシアの多様性や重要な役割について言及されました。また、両国の交流の歴史や現在の状況についても関心を持っていると述べられています。陛下は若い世代の交流を活発化させ、両国間の友好親善を深めることを期待されており、 また、水問題にも関心を寄せられています。天皇陛下は戦後生まれであることから、平和を愛する心を育むことの重要性を強調されました。さらに、外国訪問についての意義や皇后雅子様の体調についても触れ、両陛下が親善訪問に揃って参加することに喜びを表明されました。陛下の会見を称賛する声。こうした陛下の記者会見報道に関して、 ニュースサイトのコメント欄では、両陛下のインドネシア公式訪問を喜ぶ声や、会見内容を絶賛する意見などが書き込まれています。こういう記事を拝見したかったのです。ありがとうございます。